長野県立歴史館考古資料課の近藤直義です。今日はですね、春の展示2020年、長野県の考古学ですね、ここから弥生時代の始まりの展示についてご説明したいと思います。よろしくお願いいたします。こちらですね、遺跡の紹介なんですが、長野市の南篠ノ井ですね、篠ノ井のさらに南の方に、千曲川の左側ですね、こちらに尾行地がありまして、ここから、弥生時代からですね、平安時代にかけての集落の跡が見つかりました。非常にたくさんの、住居の跡とかこういったものが見つかったんですが、弥生時代についてはですね、弥生時代の始まり頃ですね、こちらの土器も、たくさん見つかりましたので、これについて見ていきたいと思います。それで、こちらの写真はですね、壺が見つかったところの場所になります。それで壺が埋められていたよりもちょっと前にですね、弥生時代の歴史木棺墓といって木の枠を、立ててですね、その中に人を埋葬したというお墓がこの辺りに出てますが、壺が見つかったのはこの辺りですね、こういったところから出てきています。それで、遺跡は全体を見ていただくとですね、奥の方に千曲川が流れてますが、これは遺跡の、西から東へ見ている形になりますね。ということで、こちらがちょっと高まりになったところに、この遺跡の、集落の跡が見つかっています。それじゃあ場所を変えてですね、今ちょっとお話しさせていただいた、壺なんですが、実はこちらとこちらの方にですね、ちょっと白っぽく見える壺がありますが、実はこれは、今から約2500年ぐらい前ですね、弥生時代の、始まり頃、使われていた時で、色もそうなんですが、中に入っている鉱物の中もね、合わせてみますと、ちょっと地元の土器ではないということで、これは東海地方の方から、こちらのね、長野盆地、今の長野盆地に持ってこられたと思われる土器です。それで、長野の、弥生時代の始まりを告げる土器でして、今回の展示は、交流ということもあるんですけどね、縄文時代の中はどちらかというと、自然の、採集、狩猟採集ですね、こういった生活で、中には栽培しているものについてね、ちょっと痕跡が見つかったものを今回展示していますが、弥生時代になるとお米作りがやはり本格的になりますね。皆さんは今日の朝食はあれですかね、パンでしょうか、それともご飯を食べていますかね。今日常生活で普通に朝出てくる食卓に出てくるですね、ご飯、要するに米作りが始まったのはこの頃になります。それでなぜこの時が東海地方の時がですねこちらにあるかということなんですが、これは東海地方で作られた時と考えられますので、もしかしたら、長野に稲作が入ってくる時ですね、この中にもみを入れてですね、大事な種もみですね、あまり湿気があるところで、ダメにしないように、しっかりとこういったものの中にねもみを入れて大事な種もみを運んできてこちらで稲作をしたのではないかと、そんなふうにも考えられています。それで表面にも特徴がありまして、こう引っかいたような模様ですね、こういった模様も東海地方のこの時期の土器の特色として、見られるわけです。それでこちらのさらに白っぽく見える土器ですね、こちらの方も、向こうよりもかなり規則性がある模様ですが、やっぱり土器の表面をこういうね、少し引っかいて、つけた模様、上根紋といいますが、上根紋の、土器っていうものがこの時代の特徴的になります。それともう一つはですね、奥の方にもあるんですが、こういった上根紋の土器もそうですが、こういったものをね、もしかしたら模倣というか真似して地元で作った、土器ではないかなという土器もね、見られますので、奥の方に行っていただくと、こちらの時はもしかしたら東海の影響を受けたり、あるいはさらにね、真ん中の時は東北地方の影響を受けているのではないかと思われるような時、この時期はですね、交流ということで、
稲の入ってくる流れからするとですね、東海の方から入ってくると、こういった土器も持ち込まれていますので、こういった土器の影響を受けた、ね、土器をまた地元でもさらに、作っていくといった特徴が見れるような土器もこうやって見つかっているわけです。そうすると、稲作がね、本格化して、さらに宿間側のね、尾高地沿いに遺跡、住んでる場所とか見つかってますので、そういうふうに考えやすいんですが、どちらかというとですね、まだ始まったばかりですので、どの規模を作っていて、稲作でどのぐらい賄えているかどうかまではまだこれからの研究によるところが多いんですが、そういったことをまた知る上でもね、こういった遺跡の研究をさらに進めていくことが大事でもあります。それと、最後にですね、大事なのはですね、この土器はですね、おそらくそういったもみを運んできた時にね、使われたというふうに考えられていますが、この土器の、一番最後ですね、遺跡から見つかった時の状態はどういうことになっていますか、いるかというとですね、こういった中に、骨が出てくる例がありましたので、一度埋葬した骨をですね、さらにもう一度こういった壺に入れて、それで埋葬してるんではないかと、いるような形で、この壺を使ってもう一度再葬といいますね、もう一度、埋めるといった行為が行われてたんではないかというふうに、考えられるような形で、この壺は、遥か遠くから、長野盆地にやってきて、最後に役割を終えてまた地中に埋められる時ですね、骨を埋葬して埋めるということで役割を、全て果たしてまた地面に埋められたということになります。まあ、これらをですね、遺跡の発掘によって、掘り出したということになります。これが長野盆地で稲作がですね、始まった頃に、作られた塩崎遺跡群から見つかった稲もみをね、もみを運んできた、壺が多く見つかった塩崎遺跡群の特色になります。これが稲作をね、縄文時代から大きく転換する時の遺跡というふうな、評価が与えられるかと思います。